呼ぶおまけの都ショックか。I'm not a boy. 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 ネオジオポケットから新登場。ネオジオポケットカラーとドリームキャストが夢のドッキング。データ交換、キャラの育成など新しい遊びが誕生します。ネオポケカラー King of Fighters Round 2 Now on sale SNK。 史上最強の安さ、2万円で新登場。どんどん近づくセガサターン。ついてるよセガ。幼いドラゴンと少年はやがて大空へと舞い上がる。ドラマティックシューティングハンタードラグーンツバイ、キャンペーン実施中。セガ。ゲームボーイアドバンスのソフトがテレビでも遊べる。ゲームボーイプレイヤー、ゲームキューブにセットするだけで新しいゲームのスタイルが始まります。任天堂ゲームキューブ、ゲームボーイプレイヤー。新次元バトルへ、デュアルスクリーン搭載アクションバトル、スーパーファミコンドラゴンボール Z、スーパー武道伝、3月20日発売。デュアルスクリーン搭載アクションバトル、スーパーファミコンドラゴンボール Z、 スーパー武道伝。レーサーになったソニックのライバルはテイルス、エミー、ドクターエッグマン。こりゃ負けられませんよ。手のひらサイズのカーレース、ソニックドリフト、ゲームギアから。誘導ミサイルとバルカン砲で敵を叩く、シューティングの傑作アフターバーナー2、メガドライブに極まる。そして重装騎兵レイノス、サイオブレード、今メガドライブ。セガ。吉田様、社長室へ。あ、はい。ああ、あらま、失礼します。転がして巻き込んで大きくする塊魂。プレイステーション。誰もそれからは逃れることはできない。映画を超えたサバイバルホラー登場時、バイオハザード。プレイステーション。ゲームはカラー。俺様が有名な悪い王様だ。いてー、ありがとう。やられて謎を解く、ゲームボーイカラー専用ソフト、バリオランド3、不思議なオルゴール。今度のカービィはただのやんちゃ坊主じゃないよ。3匹の強い仲間がついてるのさ。スーパーゲームボーイならカラーでやんちゃ放題、大暴れ。ゲームボーイソフト、星のカービィ2、新発売。ういっす、ういっす、ういっす、日曜。ゲームボーイブロス、君は何色？あ、64。気ままに暮らす野生のポケモンたち、逃げたり隠れたり懐いたり。こっちだよ、俺。お、あ、あっち、あっち。その時私は猛烈に感動していた。任天堂64ポケモンスナップ。ん？お、あ、夢か。ゲームボーイアドバンス。今度の桃太郎はお祭り騒ぎ。ゲームボーイアドバンス桃太郎祭り、大ハド
ーソン。こんなエヴァが見たかった。おなじみのキャラ総出演で送るワクワクの学園生活、全人類まったり計画発動。任天堂 DS プチエヴァ。人と同じ戦い方は嫌だ。メガドライブからタクティカル RPG 超大作シャイニングフォース。セガ。あの大ヒット体感ゲームビッグランが今スーパーファミコンソフトになって、君の部屋に。パリからダカールへシミュレーションラリーゲーム。ビッグラン。ジャレコ。僕は昨日 R タイプをしてしまった。驚異の異次元シューティング、ゲームボーイで復活 R タイプ。スーパーファミコンも出るぞ。アイレム2だね。2が出るぞ。2タイト。小町一丁。お客さん、2だね。電車でゴー、2になって運転中。本当の2だ。タイト。ほら吸い込んだ、また吸い込んだ、吸い込んだらカービィ強くなる。それパラソルだ、それハンマーだ、出てくる敵キャラやっつけろ。ほら吸い込んだ、また吸い込んだ、吸い込んだらカービィ。星のカービィがファミコンソフトになった。すっごくカラフル、ますますやんちゃ。星のカービィ、夢の泉の物語、よろしく。冒険から感動へ、今クライマックスへの確かな鼓動。アドル、出発の前ってのはいいもんだな。イース3 by ハデソン。ボンボヤージ。桜大戦待望の最新作、パリに咲くもう一つの花組がデビューした。夢と感動がドリームキャストで今花開く。ドラマチックアドベンチャー桜大戦3、パリは燃えているか。やめて。桜大戦待望の新シリーズ開幕。パリ花組がプレイステーション2にデビュー。シリーズ初となるハードなサスペンスを描いた本格 3D アドベンチャー。花の都パリにドラマチックでミステリアスな夜が来る。桜大戦物語ミステリアスパリ。対戦4、恋せよ乙女、いよいよ最終回。ゲームボーイアドバンス。ドッジボール。ファイターズ。タッマキシュー。大発力。ブリブリはちゃめちゃ。爆裂ドッジボールファイターズ。ゲームボーイアドバンスで登場。アトラス。アクセラ。間にないのね。行くぞタイゾウ、飛んだ。ストライキー。大人気あの緑の巻き棒がゲームになって大暴れ。いいぞ。コミック原作を忠実に再現。よし。さらにオリジナルストーリーも追加。過酷な特訓や壮絶なレースに果たしてタレゾーは勝てるのか。緑の巻き棒、黒い稲妻、白い奇跡、買ってほしいのね。プレーサー3はリアルジョッキーレースゲームである。ポケステも対応なのだ。変身テクノ。ポケモンたちの力を借りて大冒険、ニンテンドー DS ポケモンレンジャー。ゲームボーイアドバンス。くるくるくるりん、かわいい。結構簡単かも。あっちゃ。こんなところ通らないよ。
なるほど、逆回転か。悔しい。もう一回、カートリッジ一つで4人で遊べる。ちょっと待って、クルクルしながらドキドキハラハラ、4人対戦も盛り上がる。ゲームボーイアドバンス、クルクルクルリン。ゲームボーイアドバンス、ポケットスタート。ブラストターン、スキンライター、テクニックを磨いて 0.01 秒を争う。4人対戦も熱くなる。ゲームボーイアドバンス F0。 ゲームボーイアドバンス。誰にしようかな。何が出るかな。わっ、でかっ。あ、なんか喋った。喋って投げて引っこ抜く。スーパーマリオの大冒険。やっぱりマリオでしょ。カートリッジ一つで4人で遊べる。いつでもどこでも誰とでも4人対戦で盛り上がる。スーパーマリオアドバンス、ゲームボーイアドバンス。今度の桃太郎はお祭り騒ぎ。ゲームボーイアドバンス桃太郎祭り、バイハドソン。パパ、頭だ。パパ、頭だ。パパ、頭だ。金太郎チャンス、ついにプレイステーション2に突入確定。実戦バッチの必勝法、サラリーマン金太郎。金ちゃん、サミー、ゲームボーイアドバンス。わしがゲームの主役。本当？我が輩のゲームにゃい。前回我が輩は全然活躍できなかった。悔しいのじゃい。泣きの一回、我が輩のわがままでもう一回宇宙人の侵略を阻止したいのじゃい。ギャグもパワーアップ、鼻かかりで笑うのじゃい。絶対絶命デンジャラスティさん、絶対服従バイオレンス校長発売中。わしにもあるぜ。設定5モード、最大7機同時バトル、シナリオマップ30以上、全登場ユニット265タイプ、100年遊べる SD ガンダム G センチュリー。バッティングは脇を締めて腰で打って、はい、イーバル。それ脇を締めて腰で打って、はい、イーバル。プレイステーションナムコワースター4。腰で打って、はい、いい加減に寝なさい。すまへん、ナムコ。うちの孫カートゲームをやっててね、テレビが孫の名前を呼ぶんだよ。緑のヒデが落とし穴にはまったよ。あんたの孫は有名人だ。うなぐと言いながらうまいこと出る。こっちか。おーい、テレビのフォースナップ。テレビからの声を頼りにアドバンスの画面でメダルを奪い合おう。つながる遊びが3つも入った任天堂ゲームキューブ、ゼルダの伝説4つの剣プラス。行くぜみんな。許さない。今度やろう。行きますよ。ダメじゃ。バカな。仲間との友情が連携技を可能にする。登場しやがれ。アドベンチャー RPG 犬夜叉呪詛の仮面。ゲームボーイアドバンス。急げ急げ、ナット君。クラビントランスミッション。未来をデリートさせるな。ゲームボーイアドバンスインストール。いつでも僕らはつながっている。バトルネットワーク6万エクセ。タプコン。PC エンジンワールドスタジアム91堂々完成か。一体どうやったら倒せるんだ。勝ったのね。どうしたらいいんだ。人生はホラーアクションゲームなの。頼む、教えてくれ。教えない。悪魔城ドラキュラ X 発売中。かなりハマる。
コナミ。スーパーアニメヒーロー渡る、ファミコン RPG でいよいよ登場。マシン英雄伝渡る、アクションプラスコマンド併用のバトルシーンなど斬新なアイデアがいっぱい。マシン英雄伝渡る、すごいサウンドが刺激的。ジョイカード 3S もよろしく。 by ハドソン。あのポポロが新しいゲームに、ピノンとルナとマルコとまた冒険に出かけよう。お母さん、アニメチックドラマチック RPG ポポロクロイス新作予約始めました。プレイステーション。ルナ、あんなに幸せそうだったのにな。アニメチックドラマチック RPG ポポロクロイス。プレイステーション。行くわよ、ユージ。恋にバトルに熱く燃える、シャナとユージの夏休みはプレイステーション2に登場。バトルアドベンチャー食玩のシャナ、今なら36ページ豪華イラスト集付き。ゲームでにぎま、三の栄31人とネギ先生のマホラ先生への大冒険。魔法先生ねぎまプライベートレッスン2、お邪魔します。パラサイトで中、好評発売中。お兄ちゃん、こっちこっち。お兄ちゃんとの素敵な夏、シスタープリンセス2。ダークは何でも武力で解決しようとします。そうやって自分の弱さを隠しているんだと思います。なので私はダークが嫌いです。2つの生き様がぶつかり合うアークザラッド精霊の黄昏。プレイステーション。飛んで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 、ハマってハマってハマってハマ。カジノクロノワ2。プレイステーション。新しいミルモのゲームが出たよ。プレイステーション。わがままフェアリーミルモデポン、ミルモの魔法学校物語、好評発売中。よろしくな。コナミ。めちゃめちゃにして、めちゃめちゃに壊す、正義のために壊す。8つのマシンを乗りこなせ、爽快痛快メカアクション。任天堂64ソフトブラストドーザー6800円。決め手は高度なテクニック。任天堂64が3月14日から1万6800円になります。ゲームボーイアドバンス。いっぱい動いてる。守護、今だ、攻めろ。攻める、守る、考える、兵を動かし勝利をつかめ。気合だ。え、ゲームボーイアドバンス。ナポレオン。カービィちゃん、カービィちゃん、スーパーデラックス。カービィちゃん、星のカービィスーパーデラックス新登場。2人でアクション。カービィちゃん、2人同時プレイもできる。6つのゲームでカービィちゃん、新しいゲームが6つも楽しめる。星のカービィスーパーデラックス。スーパーファミコンが4000円安くなるクーポン券付き。カービィちゃん、カービィちゃん。あ、母ちゃん。ゲームボーイアドバンスで遊戯王ダイスを振れ、運命を切り開け。遊戯王ダンジョンダイスモンスターズ、好評発売中。コナミ。またまた登場、スーパーモモテツ。日本全国駆け巡り、手に汗握る面白さ、ファミコンソフトスーパーモモテツだよ。少年の夢を乗せて神秘の海底へ冒険が始まる、全く新しいタイプの潜水艇アドベンチャーゲーム、ディープシーアドベンチャー海底級ファンタラスタの謎。そして1998年、純愛はゲームになる。見つめてないと。私だけを見つめて。
Konami. 戦略が勝負。人気当選爽快バトル新三国武将3エンパイアーズ、お得なセットも同時発売。スーパー人生ゲーム、回して極楽、進んで地獄。スーパーファミコン、スーパー人生ゲームと人生ゲーム。タカーマバイハドソン。おお、初の12チーム参戦。すげースピード。Jリーグはこれでなくっちゃ。トロいなお。横から上から斜めから自由に視点が選べるぞ。お前何やってんの。ハドソンの J リーグスーパーサッカーよ。お前は。俺はのサッカーゲーム。大丈夫。 J リーグスーパーサッカー、やっぱり買わなきゃハドソンよ。コナミのファミコン用ソフトグーニーズがよりスリリングになって帰ってくる。グーニーズ2フラッテリー最後の挑戦。特製ヨーヨーが当たっちゃうよ。グーニーズ2お店で予約してね。コナミ。64が送る史上最強のドラえもん。ドラえもんのび太と3つの精霊石。16ビット6メガセガファンタシースター2。目を見張るリアルキャラクターツインスクロール、メガドライブ対応未体験ロールプレイングゲーム、ファンタシースター2。セガー。頭脳と勇気のアクションパズルゲーム、バルダーダッシュ。世界的に大ヒットしたパソコンゲームがファミコンソフトになって新登場。中深く眠るダイヤを求め東へ西へ。さあ君もバルダーダッシュでアクションパズル。データイースト。任天堂 DS でお料理教室。今日のメニューはハンバーグ、みじん切り、炒めて混ぜてこねこねこね、こんがり焼いて出来上がり。クッキングママ発売中。タイト。リアルが進化した。野球ゲームは野球を超えるのか。 The Baseball 2003 バトルボールパーク宣言、パーフェクトプレイプロ野球、好評発売中。びっくりコナミ。リッキーリッキーリッキー。ゲームギアソフト、ミッキーマウスのキャッスルイリュージョン新発売。セガー。起きてください博士。なんか言った。 3DO リアル3月20日54パーです博士。なんか言った。 Panasonic。 お待たせしました博士。むむ。これが超ゲーム体験 3DO リアルです。本当、リアルな映像、リアルなサウンドですね。博士、博士、そろそろお時間です。なんか言った。 3DO パナソニックリアル、興奮発売中。パナソニック。博士、博士、なんか言った。 3DO の新作ソフトが続々です。中世を舞台に繰り広げられるファンタジックアクション、ザ・ホード。ルール無用の超過激バイクレース、ロードラッシュ。ハリウッドからの傑作インタラクティブシューティング、ショックウェーブ。それにしても迷いますね博士。あれ博士、なんか言った。超ゲーム体験 3DO リアル。パナソニック。太陽系太古のサディオン伝説が今よみがえる。リアルタイムナレーションバトルアクション、スーパーファミコン巨編超高合心サディオン。アスミックファーステストラップ、ぶっちぎりのレーシングアクションがついに登場。人気の F1 レース全16戦をリアルに再現。ゲームボーイ専用対戦型レーシングゲーム、ファーステストラップ、近日発売。お問い合わせはバップまで。本能がゲームになった。歴史シミュレーション、信長の野望と三国志。Boy.
ルが歩く。タルが飛ぶ。タルが暴れる。アクションゲームファミコンマジカルタルゾート君、ファンタスティックワールド、ついに発表。次は無限戦士バリス。はい、このゲームね、はい、普通の女子高生がバリスの戦士になって戦うっていうね、バリスシリーズの第1作なんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、ほらバリス2から始まって4まで出てると思うんですけれども、うんうんうん、それのオリジナル第1作が、今リリースされることになったというわけでね、うん、ただし今までに何作もこう作ってるわけですから、うん、そのノウハウっていうのはこのゲームにかなり集約されてて、操作性とかですね、うん、グラフィックとか、レベルが高いと思います。女子高生っていうのが面白い ね。それでは今日はですね、一押しソフトのコーナーでございます、はい、一押しでございますのでね、皆さんにこのソフトを推薦してみたいと思います、はい、こちらです、どうぞ。おなじみドラゴンボール Z の最新作がいよいよ登場、ドラゴンボール Z スーパー武闘伝だ。最大縦横16画面のバトルフィールドを使用する本格的格闘アクションゲーム。画面に収まりきれない彼らの動きを追いかけるため、分割ラインで画面を分離、敵の位置を正確に知るためのレーダーが表示されている。選べるキャラクターも最強クラスの強者ばかり。もちろん必殺技も原作のイメージを忠実に再現している。1対1の真剣勝負で名作ドラゴンボール Z の世界を思いっきり楽しもう。最新格闘アクションゲームドラゴンボール Z スーパー武闘伝は3月20日発売予定だ。ということでございましてですね、はいはい、ドラゴンボール Z スーパー武闘伝でございます。これはもうですね、最新作でございますから、またいろんな意味でパワーアップされてるんですけども、なんと言いましてもですね、このレーダー機能がですね、ついておりましてですね、というと、いい質問ですね、はは。というとね、こういろいろこう敵キャラがどこにいるかというのがね、そのレーダー機能によってすぐ分かるんですよ。だからすぐに敵キャラに向かっていくことができるし、うんうん、また敵キャラとあんまり離れすぎてると、うん、今度分割画面というふうになりましてですね、らら画面がこうポンと2つに分かれ自分がいる位置と壊れないようにできてるんです、これがパッということになりまして、それでこっち側に敵キャラがこうどんな動きしてるかというのをつぶさに見れるというね、レーダー機能がついてるんでございますね、はい、ドラゴンボール Z スーパー武闘伝まもなく発売です。 CD バトル光の勇者たちを渡辺さんが紹介してくれます。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、3月19日発売になる PC エンジン CD ロムロム用の、CD バトルのゲームの説明をしたいと思います、はい、でですね、今ちょっとデモが入ってるんですが、はい、このゲームというのは市販されてる CD がございますよね、何枚も、あれのデータを読み取ってキャラクターを作って、そのキャラクターを、使ってシミュレーションするという、全く新しいタイプのゲームなんですよ。面白いですね。はい、まずこの画面になるんですが、ここでボタンを押していただけますとこうなります、はいはい、そうしましたらもうゲームの CD は抜いてください。ああ、なるほど、はい、これもいらないんです、ゲームのはね、はいはい、でキャラクターを作りたい CD を入れます、今回は森口博子のスピードという CD を、はい、入れたいと思います。それ入れちゃうわけね、はいはい、それで、ボタンを押しますと、キャラクターが3人にできます。はい、ほうほう。で同じように、2プレイヤーが、僕は両方やっちゃってるんですよね、はいはいはい、でボタンを押しますとこうなりますので、また CD を抜いて、はい、で今度は、今一番売れてる森口博子が間違えた中山美穂の、はい、これを入れたいこと、これで、はい、これ入れるんだよね、はいはい、そうするとどうなんですか。そうするとキャラクターが3人出てきます。あ、本当だ、はい、全部で44人入ってますので、その中で3人のキャラクターを選んで、っていうかデータを読み取って出すんですよね。だからこれもちろん入れる CD によってキャラと違うんですか。そうですね。面白いね。で同じキャラクターでもこのようにパラメーターありますので、その数値が変わってきます。分かります。ですから同じ CD 以外ではありえないということですね、同じキャラクターは、はい、で普通に BGM をかけて構わないんですが、どうせ CD を使うんだったら、自分のかけてる CD を聴きながらゲームやりたいと、はい、その場合は、レバーの上を入れながらスタートをしますと、今入ってる CD のこのようにトラック数が出ますので、音を聞きながらゲームができると。ちょっとゲームに合わない場合もあるんですよね。まあそうだね、はい、でこの場合でこれがいよいよゲームですね。ここでセレクトボタンを押しますと、このようにヒットポイント、マジックポイントが表示されます、はい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 。で攻撃はもちろん攻撃でなるほどね、音楽得意技というのは全部で16種類ありまして、この中でキャラクターによって1個しか持ってなかったり、16個持ってたりといろいろあります。でもこういうバックミュージックでさ、戦いが始まるとユニークで面白いですよねあ、分かりました、どうもありがとう。まず最
最初はプロ野球ワールドスタジアム91、はい、野球ゲームの王様ワースターがなんと3年ぶりにリニューアルしました、はい、2対2のタッグ対戦モードなど新要素もバッチリです。ちゃんちゃんさて続いてはグーニーズ2、もちろん前作グーニーズの2もので、今回のストーリーはフラッテリー一味にとらわれたグーニーズの仲間、そして人魚のアニーをマイキーが救い出していくというもの。前作同様マイキーの勇敢な活躍が注目されるわけなんですが、さて森さん、はい、早速攻略法なんですが、このグーニーズ2を攻略する上でポイントとなるのは様々な隠し扉じゃないかと思うんですけどね。そうですね、今出てきたのがまず一つ目の隠し扉、これがあのライフを満タンにしてくれるわけなんです、それから二つ目、二種類目がですね、はい、中に入ると重要なアイテムが出てくるんですよ。これを取ることができるという。で、なるほどね。3つ目がこの海の中、はい、何もないところにこういうふうに爆弾で扉を開けるとワンナップになってくれるっていう部分なんですよね。もう一人増えるということです。でこの場面下に行くと、まあ、こういう手もありますけれどね、はい、まあ、これでちょっと芸がないので、必殺技をお見せしたいと思います。必殺技、そう、題してうんこ落とし。うんこ落とし、やりました。あら綺麗な技、これで、これもうんこ落としの応用例ですね。なるほどね、ちょっとコウモリもやっつけてしまいましたな。まあグーニーズ2は非常にこうマップが広いんでね、なかなかゲームが進められないんじゃないかとも思うんですけども、その点はいかがなんですか。マップがないとちょっと苦しいですね。まあ最後のところも人魚は出てくるんですけどね、どうせ人魚が出てくるんでしたらね、あの麻雀の野球系みたいなやつみたいにね、そういうゲームを取り入れていただければ一番いいんじゃないかというふうに思ってる今日この頃でございますけれど。まあとにかくめげずにしつこく執念深く、これしかないみたいですね。君も諦めず可愛いアニに対面できるよう頑張ろうね。軍団本日の顔ぶれは、伊万里の値を決める男中島誠之助、焼き物の音を聞くだけでその価値を知る達人、考古学の大家安岡道博、縄文土器からちゃぶ台まであらゆる鑑定にラツワンを振るう、西洋アンティーク最強の目利き岩崎博正、世界を渡り歩きどんなガラクタにも目を輝かす掛け軸の鬼石井久吾、上野呼吸道主人、どんな偽物もこの目は欺けない、アンティークおもちゃの権威北原照久、ブリキのおもちゃからプレミアムグッズまでマニアものなら俺に任せろ、巨匠横山大観に学んだ男渡辺金男、書画古文書2000年の歴史に精通、その眼力は全てを見通す。電気決まった、やけどするぜ、これどうすればいい、グルーピー甘いぜベイビー、まあ、ギョボギョボ大好きぷよぷよセガ、 Find Henry. He's in space. Hold him off. Hold him off. Defeat. Lose him. You're away.史上初ボールを持たない選手を動かせる FIFA トータルフットボール、 EA スポーツ。